メルブルックスはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家、俳優、プロデューサーである。俳優としても、監督としても、コメディ映画の重鎮として名高い存在として知られる。ポーランド系ユダヤ人移民出身の父とウクライナ系ユダヤ人移民出身の母の息子として、ニューヨーク市ブルックリンクに生まれる。出生時の本名はメルビン・カミンスキー。2歳の時に、 父親が亡くなり、16歳で、スタンダップコメディアンとして、舞台を踏む。イースタンディストリクト高校を卒業後、心理学専攻の学生として、ニューヨーク市立大学ブルックリン校で1年間を、過ごした。その後、バージニアミリタリーインスティチュートの士官候補生になる。軍務を終えてからは、シュドシーザー主演のテレビ番組などで、コント作家として活動。 1960年代にはカールライナーとコンビを組んで発表したコメディレコード2000イヤーオールドマニア原作、脚本を担当したテレビドラマシリーズそれイケスマートで高い評価を得る。1967年にプロデューサーズで映画監督デビューし第41回アカデミー賞で脚本賞を受賞。以降ブレイジングサドル、ヤングフランケンシュタイン、 メルブルックス、震災コ、スペースボールなどの作品を、脚本、監督し、ハリウッドのコメディ映画界、パロディ映画界を象徴する存在となった。映画監督として、コメディやパロディ映画を専門とするが、プロデューサーとしては、エレファントマン、女優、フランシス、ザフライなどのシリアスな作品も手掛けている。ただしシリアスな作品の制作は、匿名で行っており、その理由は、 自分の名前がクレジットされるとコメディと誤解されるからとのこと。2001年には自身の監督デビュー作プロデューサーズを同名のミュージカルに仕立てブロードウェイで歴史的な大ヒットとなる。2005年さらにミュージカル版を映画化したプロデューサーズがネイサン・レイン、マシューブロデリック主演で公開された。アメリカ合衆国の文化や芸能に対する長年の貢献が称えられ、 2009年、ケネディセンター名誉賞を受賞。2010年には、ハリウッドウォークオブフェームの星となり、2012年には、デビット・リンチと共に、AFI 名誉博士号を授与される。2013年には、AFI 生涯厚労賞を受賞した。1951年にブロードウェイダンサーのフローレンス・バウムと結婚し3人の子供を設けたが、1961年に、離婚。 1964年に女優のアンバンクロフトと再婚した。アンバンクロフトとの間に生まれた息子のマックス・ブルックスはワールド・オー・ゼットなどの著作で知られる小説家、脚本家である。ありがとうございます。